アンドリュー・ジー、アンディ・マッケーブはアメリカ合衆国の弁護士、連邦捜査局副長官を務め、一時は長官代行務務務めた。1968年3月18日にコネチカット州ハートフォードに誕生した。マッケーブは1990年にデューク大学を卒業し、ワシントン大学で法学博士の学位を取得した。ロースクール在学中に、 司法省の刑事局にインターンとして勤務した。採用凍結のために、その後3年官民間の法律事務所に勤務し、1996年に連邦捜査局に入局した。そしてニューヨーク市局に配属されて、組織犯罪を担当し、その後対テロリズム部門、国家保安部、ワシントン市局で勤務した。2009年には、 国防総省令2310号が水攻め及び、その他の尋問技術を禁止した後、尋問技術を研究するプログラムである、高価値尋問グループを率いた。2016年1月9日に、ジェームズコミー長官より副長官に任命され、2月1日に正式に就任した。2017年5月9日に、ドナルド・トランプ大統領がコミー長官を解任し、 副長官だったマッケーブが長官代行に就任した。8月2日にクリストファー・レイが正式に FBI 長官に就任したことでマッケーブの長官代行は終了した。2018年1月29日に FBI 副長官を辞任した。マッケーブはトランプ大統領から政治的に変更していると繰り返し非難されていた。 その後も、マッケーブは FBI に在籍していたが、ジェフ・セッションズ司法長官より3月16日に即時免職処分が下り解雇される。2日後に年金の満額受給資格を得た上で退職する予定であった。セッションズ長官は、マスコミに情報を権限なしに流したなどの報告を受けた措置だとしている。妻のジル・マッケーブが2015年に、 バージニア州議会議員選挙に立候補し、彼女はテリー・マコーリフの政治団体及びバージニア州民主党から67万5千ドル以上の寄付金を受け取った。このため共和党はヒラリー・クリントンの電子メール問題に関する調査から自分自身を忌避していないという理由でマッケーブを批判している。FBI はジル・マッケーブの選挙キャンペーン中にアンドリュー・マッケーブは 何の役にも立たず、イベントにも参加せず、資金調達や、あらゆる種類の支援に参加しなかった。彼女の選挙キャンペーンの終了の数ヶ月後、マッケ景ブ副次官は副長官に昇進し、その地位で初めて、クリントン国務長官の電子メールの調査における、監督の役割を引き受けた。との声明を発表した。トランプは、フロリダで開催された集会でこの問題を指摘し、 ヒラリー・クリントンの調査担当者は本質的にヒラリー・クリントンからの675万ドルを妻に渡したと発言した。ジル・マッケーブの選挙キャンペーンは彼が FBI 副長官に就任する数ヶ月前に終了し、クリントンの電子メール調査を監督するために導入されたという根拠に基づいてマッケーブに対する異論を主張する者も,もいる。 2017年1月12日に司法省関節官のマイケル・イ・ホロウィッツはクリントンの電子メール疑惑の扱いに関する他の懸念の中でアンドリュー・マッケーブが権威をかけていたはずの主張を再検討すると発表した。マッケーブはまたコミー長官と共に2016年アメリカ合衆国大統領選挙におけるロシアの干渉に関する継続的な調査について ラインスプリーバス大統領主席補佐官と話したことで批判された。ありがとうございます。